皆さんに恋人はおりますでしょうか？私はおりません。しかしそんな私が、恋人あるあるを妄想で言ってみたらどうなるか。ぜひお聞きくださいませ。いやー、デート本当に楽しいね。じゃあ今度はどこ行こうか。どこ行こうね。あ、じゃあうぷ主は映画と遊園地、どっち行きたい？僕が決めていいの？うん、いいよ。じゃあ、よし、遊園地行こうか。どっち行きたい？え、今遊園地って。どっち行きたい？え、遊園地。ねえ、どっち？え、映画館。さすがうぷ主、私も映画館行きたいって思ってたんだよ。いやー、さすが、わかってくれてるね。いやー、ははは。恋人あるあるその1。どちらか聞かれても結局正解は一つしかない。うわー、この服かわいい。あ、この服もかわいい。うぷ主そこどいて。うわー、これもかわいい。ちょっとどいて、やばい、かわいい。で、霊夢、服決まった？うんうん、決まったよー。それじゃあレジに行きましょうか。お会計は3万2000円になります。え、高すぎ。で、霊夢、こんなに払えるの？都合の悪い時だけ下がりやがったー。恋人あるあるその2。買い物中は彼氏を押しのけるほど元気でテンションが高いのに、いざレジの前に行くと、一歩下がってお金を払わせようとする。今日のデートも楽しかったね。うんうん、また行こうか。今度は記念日に行くとかどう？おう、いいねいいね。ちなみに私たちの記念日何日か覚えてるよね？もちろん。お、覚えてるに決まってるじゃないですか。そうなの？ならおかしいなー。記念日って。今日なんだけどなー。いやー。恋人あるあるその3。記念日を忘れるとめちゃくちゃ怒られる。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。